ばんは、社会特報部です。今回の社会の闇は、前回もやったんですけど、まあ、まずいもの今まで食べた人生の中で、今回はちゃんと調理をしてやろうと思っております。あ、はい、マックス値にしたいと。まずさ、その通り、またやりたいと思ったんだ。じゃあとりあえず竹内のそのまずかったもの1品目、これどういうものなんですか、竹内さんが。サラダですね。サラダ、へえ。サラダってまずくしようがある。僕が小学校の頃食べた。ほうほう、結構みんな同意してもらえると思うんですね、これ。ほう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 。あ、じゃあ本当になんかグロテスクなゲテモノとかじゃなくて。そうです、そうです、あるあるだと思う。あるある、これクソまずかったよなっていう、まあ、サラダなんで、はい、ちょっと食べたいですよと思って、はいはいはい、形を残しつつ。竹内さん、これってあのゴミを入れるところなんですか。いや違う、間違えた間違えた。あ、そう、それも全部すごいフルーツいくね。あ、美味しそう。あ、竹さん、信用が置けない、信用が置けない流しにレタスが何枚か。おいで、はい、もうほぼほぼ出来上がった。お、もうほぼほぼ出来上がったんだ。マヨネーズ。いや、マヨネーズみんな大好きだからさ、なんで、だからなんでマスク、理論上さ、美味しい野菜と美味しい、子供ってマヨネーズ好きですもんね、確かに、うん、美味しい野菜、美味しい果物、うん、みんなの好きなマヨネーズ、大胆に振るな。そん、あ、結構前に出ましたね、まあ、あ、でもちょっと悪くない感じするな、本気。いやでもマジでこんなんだったよ。いや、すごい見た目とすごい匂いだよ、うん、匂いはすごい酸っぱい、なんかもう吐くものがなくなった時みたいな。やめろよ、匂いするな。マヨネーズは、俺タレさえマヨネーズ得じゃないんだから。いやいや、こんなん居酒屋で出てきたら全然不思議じゃないと思う。お皿ってすごいな、お皿の魔力のおかげでなんかそれっぽく見えるな。へい、お待ち、フルーツヨーグルトサラダでございます。はい、じゃあいただいてください。いただきます、うん、じゃあレタスから。あ、美味しい。でしょでしょでしょ、うん、パプリカも、うん、問題はあれ、フルーツですよ、フルーツ。セロリも単品でとりあえず、うん、俺セロリ好きだから。ああ、なるほどなるほど。で、問題はこのセロリとかとこのフルーツを一緒に合わせて食った時でもね、うん、そう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 。味は悪いよね、とにかく、うん、とにかくその単品で食ったら美味しいはずなのに、合わさることによって本当に美味しくないね、うんうん、なんでなんだろうね。あ、セロリとパイナップルって合わないな、うん、マッツ。その果物は何ですか、なんか入ってたから入れたんですけど、これ、うん、これ多分メロンだよ。メロン、メロンとレタス。あ、合いそうだけど、生ハムメロンとか言うし。うわ、あ、パイナップルよりきついな、こっちの方は。あ、メロンの方がきついんだ。うわぁ。確かにこれはまずいわ、うん、子供の頃、今食っても新鮮にまずいもんだって。本当に、やっぱ子供の味覚がバカになってるんじゃない。うわ、最悪だなこれ。でもこんなん、こんマジでこんなんだって。どう、懐かしい、うん、懐かしい、マジでこんなんだったなって感じだ、うん、懐かしいエモさがちょっと勝ってる気がする。はい、じゃあ下岡さんの方は何を作られますか。はい、僕は親子丼ですね。親子丼、親子丼なんて誰がどうやって作ってて美味しいじゃないですか。ただの親子丼じゃなくて、うん、まあ、バロットっていう孵化仕掛けの卵あるじゃないですか。 あ、 あれを入れて作った親子丼なんですよ。ちょっと無理なんですけど。醤油入れることに味付けをね、これでジャーっとこう、うんうん、おで、バロット投入する。バロット どうやって開けるんですか。本当の食べ方は、うん、こう叩いて割って、うんうん、スプーンでこう食べる。あ、スプーンですくって食べるんだ。スプーンですくって食べるらしいんだけど、開くのパカッと。いや、開くよ。そりゃそうじゃん。え、じゃあここにボトッと落ちるってこと。もちろん落ちる。ギャッ。はい、生き物が
これ衝撃。待て待て、なんで2個目入れようとしてる。なんで何2個目入れようとしてる。いやいや、だって1個で十分でしょ、こんな2個2個でしょ、これ。すごいな、これ。よし、うわ、匂いもすごっ。血が、血が滴ってってるんだけど、卵に血が。これね、竹内本来はね、これを食べるときまず30分茹でるから。本来これを食べるためにもまず30分茹でる。今回は茹でなしで。じゃこれ生で食べられないもの。あ、でも加熱してから今すごい加熱してから。カツオ食うときに生の豚肉入れないですよね。ここに。いや今火が、今すごい火入ってるから。ちょっと血がさ、なんか違う。ただちょっと見た目のインパクトに駒が騙されすぎ。ああ、うん、まあちょっと見た目のインパクトやられすぎ。まあ確かに初めて見る生肉とかって考えるとまあこんな感じなのかな。鼓動してる。心臓が鼓動してるからにブクブクしてるんですけど。しまった、やっぱ茹でるべきだったな。うん、これだいぶ致命的ミスだ。うん、作り直しとかどうですか。作り直すか。うん。し、気を取り直して、うん、まず茹でます。はい。もういいんじゃないかな。あんま沸騰したらとかじゃないの。5分ほど茹でました。半熟ぐらいがね、やっぱ美味しいと思うので、はい。とりあえず約束の5分経ったけどどうする？約束の5分。分からんからな、どういう感じなのか。もうちょっと多いですね。あ、ちょっと取り出してくるくる回してくださいよ。茹でるとくるくる回るんですよ。知ってました、ゆで卵って。あ、そうなんだ、うん、くるくる回るってのは。じゃ例えば生卵ちょっとそこでくるくると回してくださいよ、うん、くるんって全然回んないですよ。回ろう回ろう。ゆで卵はもう重心ができてるんで、ほうほうほう、くる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 って回るんですよ。あー、もう茹だってるんじゃないですか、くるくる回るし。じゃあこれぐらいいいか、あっちに、うん、ちなみにバロットちょっとくるくる回してもらっていいですか。なるほどなるほど。生バロットタケチ、これどういうことな。生バロット完全にこれと同じ周りぐらい回ってるけど、くるくる回ってるよタケチ。重心が出来上がってんだ、その状態で。まずいな、卵を入れます。これ普通の卵ですね。うまそう。溶き卵、美味しそう。で、問題のバロット入れます、うん、親子丼は普通に考えた時間との勝負ですか。うわっ、辛っ、めっちゃ辛い。うわっ、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 ジグジグじゃないですか。あ、でもこんな感じだったか、俺が食った時。あ、こんな感じだった、こんな感じだった。一回人目よ。魚の白子みたいな。ちょっと汁みたいなのいるのでやめてもらって。あ、なんか2つに分かれたんですけど。島田さん、2つに分かれました。これ2つに分かれ、双子ってことですか、これは。それとも本来は一匹のヒナだったってことですか。いや、わからん、キムみたいなのがあるんだろう。なるほど。これで、もうちょっと火を通すか。うわ、匂いすごっ。お、ほんとだ、匂いすごっ、うん、あの頃のトラウマが蘇って、もう今もう限界だよ。ああ。はい、バロットの親子丼です。じゃあ、じゃあ、まあまあまあ、まあ言うても食べ物なんで、まあ言ってね。じゃあまず卵から。そうね、普通に。ここにも味ついてんだから。うん、うん、どう、まあ、全然バロット感はないですね。あ、本当。じゃあ、いやな、俺ちょっと、いや、虫より全然嫌だな。タガメより僕全然嫌ですよ、こっちの方が。マジか。うわ、でもこっちの方が黄身感があるからまだ、うん、こっちの方がまだいいかな。あ、じゃあいただきます。ん、うわ、うわ、どう、くっさいな俺。いや、でも卵だよ、確かに。そう
考えるとここら辺のゴミ、確かにここら辺くっさいわ、くっさ全部くっさくなってるわ。あでもそう考えると白身ら辺の方がまだ見た目がすごいんだ、見た目すごい、見た目がもう、うわっ、あ大丈夫、タケさん、タケさん大丈夫なの？大丈夫じゃないいやでも、いや大丈夫じゃないのよタケさん、これ見た目がやばいよいやいやいい、ほんといい、何そんな、いい、無理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 無正味、君はすっげえ臭い君だってだけだけどな。レシ君マジ？ごめんよくこれ食えたね。いやいやいや、やば。ちょっと勇気を出して一口いってみろか。うん。カリッと。カリッと。そんな。そうやん。じゃあ高橋さん気を取り直していやもう無理でしょ、2品目とかこれ以上マジもないっすもんマジか、マックス出た、マックス出ましたよ。だって僕がこれから用意しようと思ってたのはすっごい冷めた油そばと焼きそばに風味つけるためにちょっとビールかけるじゃんって、焼いてる時にそれをかけすぎちゃった時、あーなるほどじゃあもう絶対これよりはうまいやん、バロットよりは絶対うまいじゃん。大学の時ゼミのサークルでバーベキューしてて焼きそばやったらちょっと酔っ払ってたんで持ってたビールをこれちょっとかけると美味しくなるんじゃねっつってビシャーってやったらかけすぎちゃってみんなの焼きそば台無しにしたんですよ。でも優しいやつがでも食べるよって食べたら案の定なんかびちゃびちゃですげえまずかったってやつを再現しようと思ったんですけどよし、やばいだな、下がる闇を、うん、やばいたばいた、もうごめん、やらないからもうまずいものとか、あ、本当に、うん、終わり終わり、今後リーズは一切もう絶対俺のとバロットを食うことはない、これから、これからバロットを親子丼にすることはもうないコリだ、なんで2回目やったんだ、ゆだるとくるくる回るんですよ、知ってました、ゆで卵って、あ、そうなんだ。